皆様おはようございます。こんなにお集まりいただいて、ありがとうございます。このお三方の威力を思い知りました。ちょっと経緯をお話しします。初めての方もいらっしゃるかと思いますが、私永山優子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして上田幸三さん、岡田隆博さん、広田実さん、もう皆さん本当にご存知の、素晴らしい作家の方たちなんですが、私にとっては昔から大学時代からの憧れの先輩だったりします。どんな自己紹介をするかというと、言ってもいいよね。一番向こうの広田さんは私と同じ可能性教室、可能性広志教室という、大学で同じ研究室で、各学年に3人ないし4人しかいないので、ものすごく少ない人数の直属の先輩になります。広田君、それから岡ちゃん、岡ちゃんはいつもの広田君、岡ちゃんは、岡田さんは私が河合塾美術研究所というところでアルバイトをしていた時に一緒に油絵、私は基礎科なんですが、岡ちゃんは油絵科を教えていて、まあ飴と鞭というか鬼のようであり、でも誰よりも生徒思いの岡ちゃんでした。それで仲良くしてました。上田君は私の大好きな、もう一番大好きな親友の元彼でした。なのでアトリエにいつも遊びに来ていて、とても面白い、いろいろな音楽だったりとか、いろんなものを見せてくれる人でした。ということで、このお三方に来ていただいた理由は2つあります。1つは、いつも私がこの3人がデモをするときにどうしても見たいと思って何度もトライしてるんですが、今のこの人たちのようにもう本当にたくさんの人垣の後ろで見ることができないので、どうやったら見れるかなと思って、あ、呼べばいいんだと思って、今日は私特等席で拝見できるということで、呼んじゃえと思いました。で、断られるのを覚悟で、お願いをしたところ、了承していただけました。ただその理由、これだったらやるって言ったのが、100号 P サイズを俺たち10分で書くぜって言って、2枚ずつ書くけどお前それでもいいって言われて、私やったことないのでへえと思ったんですが、もう来てもらうにはそれをやるしかないということで、今回お呼びしました。もう一つの理由は、私は今水彩を描いていて、まあ、水彩の世界にいるといってもあまりこうつながり、横のつながりはそんなにないんですが、ちょっと批判になりますが、昨今、まあ、水彩の世界では実際にモデルさんを見なくて、まあ、写真を撮ってそれをトレースして描くような水彩が、まあ、日本だけでなく世界的にもそっくりに細かく描くけどもう写真を撮って描いてるっていうのがよくあって、まあいかんだろうと思う。それを超えるとか写真を使う意味があればいいんですけど、でも描いてなんぼだと思うんです。修練してなんぼだと思うんです。その意味ではこの方たちにどうしても来て本物を見てもらいたいと思って、刺激を受けてもらいたいななんて、上からですけど、私も同じようにですから、本当の作家さんってこういう人たちよっていうのをぜひご覧いただきたいと思っています。私多分皆さんに感謝されるんだなと思うとすごくめっちゃ嬉しいんですけど、それではモデルさんの紹介も含めてお一人ずつ、で後にちょっとトークショーがあります。今ご紹介いただきましたアトリエ21の3人でやってきました。で、我々が今最も信頼するモデルさんの一人を今日お願いしました。紹介します。北村美術紹介所の村田彩さんです。よろしくお願いします。
どうしますかね。ですね、先ほど永山から話がありましたが、順番に、10分で2枚ずつポーズを変えて書いていきますから、一気に、8枚、100号を仕上げるところを見てもらいます。普段絵描きさんっていうのは人がいないところで絵を描いてうまくいったものだけを並べて見てもらうというのが我々の仕事です。ですから今回なかなかプレッシャーがありますので、なあ優しい気持ちでですね、皆さん見ていただけるといいですね。最初はまず岡田くんからやってもらいます。よっしゃ、それじゃあよろしくお願いします。はい、岡田くんは木炭ですね。はい、お願いします。岡田君が邪魔で見えない。なんか喋って。これね、あのね、シーンと静かになるとすごい書いてるとき不安になるんですよ。うん、もしかしたらとんでもない出だしをしてしまったんじゃないかって言ってね、なんか喋ってもらうとほっとすんだよね。で、岡田くん今、顔を皆さん前から見るとモデルさん正面なんですけど、岡田の位置から見るとかなり横ですよね。で、頭部を随分右上から描き始めました。あの、何も考えないでね、我々描いちゃうと頭部を画面の真ん中に置いちゃうんですけれども、真ん中に置いちゃうと、横から見てますから前に出っ張った膝が切れてしまうんですよね。でその辺考えて始めたんだと思いますけれども、この紙は何ですか。マットサンダースっていう紙なんですけれども、ちょっとね、あの、あったかい色なんでね、少しピンクっぽい色で真っ白じゃないんだけれども、割と人肌のいい、調子の出る紙ですね。あの、水にも粉物、木炭とかパステルにも対応できる、なかなかいい紙だったんですけど、廃盤になっちゃってね、困ってんだよね。これはあの版画の紙、水彩の紙、分かんない。あの、
硬くてね、すごく描きやすいんですよね。で、頭を描き始めた時に、ね、見ててどこ描いてんだろうって最初わからないんだよね、見てる方はね。で、もうそこを描き出した時に足元をどこで切れてるかっていうのはもう大体計算してあるわけだよね。で、同時に画面の中で白黒の面積比とかバランスがあるので、おそらく顔の前の部分が空いてる分、下の右側も何かこうバランスの取れる配置になってるんですよね。岡田君のデッサンやってる時の、ね、特徴でね、頭が動かないんですよね。頭の位置がすごく安定してて、それをね、見ててくださいね。画面からね、手がほとんど離れないのも彼の描き方の特徴なんですよね。ずっとこう手が画面にくっついてるのね。で、そこでずっと振幅しながら調子を作っていくタイプですよね。で、一番上から描き始めてさ、普通は上描いたら下とかさ、左を描いたら右側とか遠い面を見ていくんだけれども、彼はずっとね、つながって描いていくのね。山のさ、山からこう下山していってるような感じ、道をずっと辿ってね、降りていってる感じで、全体の当たりをつけないでこういう描き方をするとね、とんでもないとこに下山してしまう恐れも あるので、良い子はあんまりやらない描き方なんですけれどもね、もう多分描き始めた頭の最初の場所を決めた段階で彼の中で画面にどう入ってくるかっていう構図がイメージできてんだよね。どこに下山したいっていうのが見えてるんだと思いますね。大きい画面を描くときにはね、これがやっぱり大事なとこなんですね。頭はさ、立ってみて描くよね。で、腰のあたりはさ、ちょっと中腰になって描いていくでしょ。で、足の方はもう、座ってというか、これはどういうポーズなのかな、こういう形で描いてますよね。こうやって視点が動いていくんですよね。普通はさ、絵描くときに視点を動かさないように、目の高さを変えないようにとかって言いますけれども、大画面をこう近距離で描くときにはやはりこういうふうに描いていかないと、カメラでチャイッと撮っちゃうと頭が大きくて足は小さく写ってるわけで、そのままを写しちゃって、私はちゃんと写真を写したから大丈夫だって思うけれども、それだとね、とんでもない形になっちゃうんですね。今ちょうど半分ぐらい時間が経ったところですね。木炭から今チャコールペンシルっていうね、木炭の粉固めた鉛筆なんだけれども、それに持ち替えてちょっと細部を描き始めました。今度はね、鉛筆ですね。鉛筆って鉛筆単独で使うと黒として使ってるけど、グレーだよね、鉛筆の鉛色っていうのはね。そのハーフトーンを増やすために鉛筆を使ってるんだと思います。このイベントのためにね、今かぶってる帽子は用意してもらったんですけれどもね、非常にこう変化がついてね、普通だとこう頭部の量が小さくなってしまうんだけれども、バランスが取りやすい、形をしてるんですけれども、
ただこれ書くのが時間かかるんだわ。練習もね、僕たち集まってやったんですけどね、ちょっと帽子に夢中になってるとすぐ10分ぐらい経っちゃうね。スポンジですね。台所で使うスポンジかな。うん、100均で買ったんだってよ。これが面白いところですね。向かって画面の左は洋服の腕の黒さを描きましたね。同じ黒さが今度は左の下の方になるとエプロンの外を塗ったよね。エプロンの外を黒く塗ると白いエプロンが出てくるっていうね。こういうところも絵画の非常に面白いところでしょうね。最初はね、クロッキーって言ったら人の形を描くので精一杯なんですけど、絵として考えていくとね、やっぱり背景との関係ですよね。それで、まあ、コントラストを考えて背景も同時に描いてる、まあ、ちょっと垂直線というかね、画面の端っこに縦の線が入ってますけど、あれもね、絵のバランスの、割と重要な線なんですよね。このコスチュームはやっぱりね、形を追っかける楽しみと一緒にね、やっぱり白と黒のコンポジション、構成、どの辺にね、白のたまりがあり、黒のたまりがありっていうね、そういう白黒の対比も、こう画面作る上で面白い洋服ですよね。はい、1分切りました。いやね、乗っけた木炭の粉ですね、スポンジでつけた、それをちょっとこうガーゼでこすりましたけれども、これ画材って面白いもんでね、一回乗っけたのをこう取る、拭いたりとかね、消したりするとね、形は消えるんだけど空間は生まれるんだよね。空間がポーンと深く出る感じがしますね。はい、はい、お疲れ様。みんながわーって言ってるよ、乗せてやってください。いや、彼は褒められると伸びるタイプ。そうそう、褒めて伸ばすタイプですね。うん、はい、じゃあ2枚目いきます。いらっしゃい。岡田の絵はね、僕たちも付き合い長いんですけどね、最初こいつどこ描いてんだとかってね、分かんない時があるんだよね。僕らもね、普段クロッキーをねやってる時、同じ部屋でやってますけども、まあ、彼らが描いてる姿ってほとんど見ないんですよ。自分ので精一杯なんで、だからこういうね、イベントというかね、デモンストレーションの時に見れるのがすごい楽しいですよね。意外な、あ、こうやってたのかっていうのは、これ初めて気がついたりしますよね。で、書くプロセスを見るっていうのは結構大事だよね。どこから書き始めて、どこで終わってるっていうね、書いてる人の、まあ、考え方とかそういったものを読み取るのにね、普通は仕上がった作品から読み取るんですけども、これリアルタイムで、
出来上がっていくのを見ると、それがより分かると思うんですよね。頭を丸く描く、最初にね、いきなり丸く描く人多いと思う。最初人間描くとき、人間の特徴ですから頭が丸いっていうのはね。で、で目鼻口を描きますよね。で、彼の見てるとね、そうじゃないんですよ。空間を描いてるので、目もね、右左同時には描かないよね。まあ、そんなところもちょっと見て、どうしてなのかなってこう思ってみるといいと思います。今見てる皆さんの中でどうして左目を描かないのかしらとかって思ってる人いっぱいいるよね、きっとね。待って。こっちで喋ってることがね、聞こえてるのはなかなか冷静に仕事ができてんですね。これね、書き出すとね、周りの声とか全然聞こえなくなることがあるのね。舞い上がっちゃってね。ね、本当1枚目と同じようにこう山を下っていくね、道をずーっと辿って下に降りていく感じっていうのが彼の制作を見てると非常に分かりやすいと思いますね。ぐるっと一周輪郭線取らないよね、ちょっと私は圧倒されてて言葉がないんですけど、この前お三方の作品を見て本当にね、例えば今10分で描いてますが、3分でやめても絵が出来上がる、なんだろう、他の描いてないところを感じさせるいい終わり方をしてるんです。この絵も今終わったって面白いんですよね。それが三人三様でそれがあってすごいなと思いました。彼が使っている木炭はね、イケンっていうメーカーの200番っていうね、柳を焼いて作った木炭なんですけれども、非常に柔らかくて、ぶっといんですね。で、大きなやっぱり太い木炭でね、描いていった方が全体感捉えやすいなと思うんですね。またスポンジが出てきましたが、道具が大きくなるとね、絵の見方、対象の見方も大きくなるんですよ。ちっちゃい筆持っちゃうとね、ちっちゃいところを見ちゃうのね。で、大きな筆、はけ、ね、スポンジなんかも幅が広いから非常に大きな単位で描けますが、そういう大きな単位で描ける道具を持つとね、全体感、大きな関係を見ることができますから、まず全体こうね、大きな画面整えなきゃいけないときには非常に便利ですね。そうだね。例えばね、ボールペンを渡されて名前書いてって言われて書いた字とね、ぶっといマジックをもらって名前書いてって言われて書いた字はね、形も違うしね、気持ちも違うんですよ。性格も変わるんだよね。で、書く人は、細かいところを書くから細い筆持ってるとかね、太いところを塗るからハケ持ってるっていうふうに本人は思ってるけど、実はそうじゃなくて手で持ってるものによって見方が変わるから、大きな道具持つとね、全体を見るようになるんですよ。で、細かい細い筆持ってるとね、細かいところに目が行くんですよね。だからそういう見方を変えようと思った時はね、道具を変えるっていうのは結構大事なんだよね。
彼がね体を一周全部こうくくらないっていうのは、多分その背景と人物の間の空間を描いてるんだよね。後ろになんか人影のようなものが入ってますけど、人物の黒きをしてるけども空間を含めた絵を描いてるんですね。おそらくは木炭っていうのは人間が描き始めた画材で一番古いもんですよね。多分焚き火の木の消しカスかなんかでを使って、線が引けたんじゃないかと思うんですけど、でそれがねやっぱり一番使いやすいっていうのは画材の中で唯一、接着成分のない画材ということでね、たくさん乗っけてたくさん取りながら描いてますよね。で特に彼なんかも 手の平というか、なんかこう肉球みたいなところで消してますけどね。すぐでこう肘とかで消したりしてるからね。まあ、そういう体の、あらゆるところを使って描いてます。彼はね、なんか線を引くときもね、なんか一本の線でシュッと引いてしまわないんですよね。振幅してるんですよね。震えながら描いていくような感じですね。なんか地震系みたいな感じだよね。なんかこう対象の形、起伏に合わせて自分のこう手先も振幅しながら形と調子を整えていくような、そういう描き方に思いますね。長山の絵も入ったよ。直線ね、垂直線とか水平線が画面の中に入ると曲線がより曲線に見えるんだよね。全て対比の世界なので、絵の中の世界というのはね。岡田君の絵はね、結構直線が多いよね。うん。はい、お疲れ様でした。どうも。ほとんどの方がご存知だと思いますが、このお三方は横浜で、3人でアトリエがあって、まあ時々一緒に描いたりとか、もちろん展覧会もされてますし、お教室もやっています。こういう切磋琢磨できる仲間がいて本当にいいなと思います。僕らはね、最初にそういうアトリエを作ってね、一緒に展覧会やろうということで同じ部屋で描いてた時に、それぞれね、東京の三大予備校ですね、水道端と、新宿美術学院と河合塾の講師だったんですよね。でみんな教えるのが好きなんですよ。で、頑張ってね。で書いてる間ね、お互いにこうやったらもっと良くなるよみたいな指導に入っちゃうんですよね。つい指導モードに入るんですけど、それぞれのね伝統があって教え方が違うんですよ。それに気がついた時にね、
あ面白いなと思って、今まで聞いたことない例えとかね、そういったものので勉強してきたんだなと思ったりしました。お願いします。お願いします。思わず黙って見てしまいますね。なんか言ってよ。先ほどおじさんたちは差し入れの黒ニンニクをしこたま食べてもかなりテンションが上がってますけども大丈夫でしょうか。まあ絵を描くとき対象をよく見ろっていうふうにはね、皆さんも耳にすると思うんですけれども、対象を見てるのは目の玉、眼球だと思ってる人割と多いかもしれないですけど、目はただのレンズですから、対象を見て、読み取ってるのは頭の中身ね、大脳が、どういうふうに受け止めてどういうふうに、右腕に表現させるか。まあオーディオで言うとレコード針とスピーカーをつないでるアンプみたいなもんで、まあそのアンプも低音域が強みのアンプもあれば高音域の得意なアンプもあるように、作者によってこう高音域低音域、まあどっちも得意っていう人もいますけれども、その音域っていうのが、まあ、調子の幅っていうふうに置き換えることもできるし、強弱っていうふうに置き換えることもできる。もう一つは大きく見るっていうことと小さく見るっていうことと、まあそれが高音域低音域に、まあ、当てはまるかどうかわからないですけれども、そういうふうに捉えていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。まあ音楽の言葉でね、音色って言いますけど、色っていう言葉が入ってるよね。で、デさんの調子とか言いますけど、調子って調べだからね、音楽の言葉なんですよ ね, うすね、うん、だからやっぱり音楽とね、を奏でることと、それから絵を描くことって何かやっぱ共通しているものがやっぱりあるんですよ。でリズムが大事だしね、うん、音楽だと高音域と低音域を同時に奏でることができるけど、絵の場合って同時にできないよね。なるほど、うん、だからその切り替えだよね、うん、細かく見る大きく見るっていうのを同時に見れない、うん、ハイトーンと暗い調子を同時に置けない。これはやっぱり音楽と大きく違うところなんだけど、共通項は多々あると思うんですよね、うん、でまあそれをこう同時にではなく、こう頭の中のスイッチを切り替えながらですね、時には大きく見て、時には小さく見て、時には力を入れて、時には力を抜いて、これがアンプの性能、いわゆる作者の頭のなんて言ったらいいんだ、 CPU 感、それに当てはまるんじゃないかなと思います。うん、今ね、ひろた君の線を見ていると、結構ね、手首っていうかひねりをが見えるんだよね。棒を持って描いてるって感じじゃなくて、線に合わせて手首も変えるし、全身が動いてるよね。よくね、手首で描かないで肩から肩で描けって言われるんですよ、デッサンをね。で彼らも腰で描いてるよね髪でかいとね、そうなっちゃうんですよ、うん、下半身の方を引くときね、本当に鞭を振るように引くんだよねそうだね、うん、一旦上に振り上げて思い切って下に下げるね、うん、そうすると鞭の先端っていうのは音速を超えるからね、ほらちょっとそれちょっと失敗した
今ちょっと音速かけてでやっぱり助走をつけて弾いて初めて生まれるこうなんつうかな生きた線っていうのかな、あの人物描くときにねやっぱりこう正確に描こうなんてできない人ほど思うんだよね。で正確に描こうと思って途切れ途切れに弾くとね線は死ぬんだよね。だからね少々狂ってたっていいの、あの本人が OK って言えばいいあの自信なさそうにねあの後ろに立つと先生大丈夫ですかってこう聞いてくる方多いんだけどね、自信持って合ってるって言えばいいんですよ。誰も別に犯罪になるわけじゃないからね、なんていうかな、画面の中でいい形ってよく耳にするんだけれども決してそれは正確な形じゃない、余白とのバランスもあるし全体の強弱リズムを見た上でのいい形っていうのが成立するわけで、それを弾くためにはですねただひたすらモデルさんを見るだけじゃダメなんですよね。画面を見る力、そして見比べる力、それからバランスを見て直す力っていうのがね、総合的に用いてないといいデッサンにゴールしないってことですね。喋んなくていいの。見惚れてる。見惚れてる。それだけ。でね、画面が大きいとね、やっぱり時々下がってみないとね、全体のあのバランスが見えないんですよ。で、あの大きい絵を描くっていうのは、ね、またあの特別な意味があって。あの江戸時代にあの葛飾北斎があの、ね広場ででっかいだるまを描いてみせたりあのしたんですね。これはやっぱり自分が今どこを描いてるって頭の中で全部把握してるっていう力を見せるあのなんていうかなパフォーマンスなんですけど、最近もあの、漫画家の井上なんとかっていう人が展覧会で、ね、でっかい顔を描いたりしてましたけど、で改めてねあのクロッキーって何だろうって思うんですよね。デッサンの一種なんですけど、あの短い時間で描く、10分でこの大きさ描くっていうのはねちょっとねあのまともじゃ正気な考え方じゃないと思うんですけどね、うん、でも締め切りがあると人間ってねあのすごくあのなんていうんですかね、やっぱり時間の密度が上がるんですよね、普段よりもペース早いですよ、うん。まあ、絵を描く行為の中で時間のくくりがあるっていうのはクロッキーだけだからね、その負荷がかかるっていうことでね、何か今上田君が言ったみたいにね、何かプラスアルファの力がね、天から落ちてくるっていうかね、僕らもね最初はそのクロッキーを何のためにやるかっていうことを考えながらもちろん描いてるわけですけど、その目的がねどんどん変わっていくんですよ。でいろんなことが分かってくるとね、あ違うんだって思ったりするのね。で最初はあのよくクロッキーって早書きっていう表現されるけど、あの早書きではないんですよね、見た目は早書きなんですけど、最初はね全体をその書き出しの時にどことどこをこう白にしてどこを黒にしてって全体を早く掴む練習かなと僕は思ってたんですけど、あの最近はね、大きな例えばあの100号とかの油絵描いたりする時にあの仕上がった絵を見ると、あの仕上がった絵っていうのはいつか引いたいつかの、 あの一筆で仕上げてるんですよ、ね、だからそのそれが決まらないとね絵って終わらないんですよね。で多分ねその最後の一筆を練習するようなあのなんていうのかな行為なのかなっていうふうにも思ってるし、またこれがね定義が変わるかもしれません。で僕らはねやっぱそういうのをあの描きながら考えてるんだよね。考えるために絵を描いてるわけだからね、まあ、いわゆるデッサンっていうのはこう対象を見て発見がある限り終わりはないんだけれども、あのクロッキーっていうのは時間の縛りがあるからね、逆に引いていく無駄な仕事をどんどん引いていって、あの必要最小限の線調子でこう成立させるっていうね、かなりレベルの高い欲求を満たさなくちゃいけないっていうことだよね。
そうだね、エッセンスを取り出すっていうことだよね、うん、だから頭の悪い絵描きは短いと黒きって言うけども、そうじゃそんな簡単な問題じゃないのね。誰それいや誰とは言わないけど録画されてるし例えばあの、うん、はい、お疲れ様。はい、はあはあ言ってるんだよ。お母ちゃん邪魔。10分書いてハーハー言ったことあります？すごいね。でも痩せないんだよね。絵を描くって、絵を描くときってあの体はそんなに動かしてないんだけど、ものすごくお腹減るよね。やっぱりね、あのなんかあのなんて精神労働っていうのかな、なんか働いてんだよね。ダンサーの友達があの焼肉定食が一番体が燃えるのが分かる、焼肉定食食べた後にごめんお願いします。はい、もう一枚頑張ればビールが飲めるぞ。まあ今の構図はちょっと右上情報をこう見ながら、大きな軸っていうのがもう画面の対角線左の角に向かってこうグッと伸びている、そういうこう大きな流れっていうのがあると思うんですが、まあ、それを最初に初手に引くもよし、まあ、ひろた君の場合はもう頭にしっかり入ってるでしょうから、そういう大きな流れを見つつ意識しつつ、まあ、ディテールに入っていく。黒木やる時って一つの要素を一つだけ関わってたんではダメなんですね。意識において細かく見る、細かく見ながら全体を意識する、まあ、そういう、 こう脳のスイッチっていうのをね、巧みに使い分けていかないとたちまち迷子になっちゃうわけですね。今の面白いね、あの木炭をクリクリクリって回しながらあの線を引いたりとかね、今軽やかな感じになるよね。面白いです。で、クロッキーってね、短時間で、決めなきゃいけないっていうのがあるから、なんていうのかな、形の、単純化をするなんか形の発見みたいなのがあってですね、そのままは描いてないんだよね。顔より顔らしくとか手をより 手らしく見せるための大事な何かそのシルエットを探すとかね、そんなようなモードに入るんですよ。だからゆっくり描いてたら描けないもの、時間かけて見たらものって見れば見るほどよく見えるってみんな思うじゃないですか。だけどそんなことなく、それも確かにそうなんですよ。でそれはデッサンでやってることで、クロッキーでやってることはパッと見た時に見えたものがね、あと 0. 何秒経ったらもう見えなくなるんですよ。でそれをね、形としてこうつなぎ止めるというか、見れば見るほど見えなくなるものがあるんですよ、それを見つけるのがねクロッキーじゃないかなと思うんだよね。いいこと言うね。いいこと言うね。
先ほど冒頭でね、写真使って描いてる人が多いなんていう話になりましたけど、今皆さんご覧になってるそのモデルさんと立ち位置の距離でいうとね、カメラで収めようと思ったら、まあ28ミリから35ミリぐらいの広角じゃないと全体入んないんですよね。で、立ち位置で見てね、人間の目っていうのはね、レンズに置き換えると大体70ミリ、標準が50って言われてますけど、70ミリぐらいで見てるんですよ。そうするとね、おへそから上とおへそから下ぐらいしか入らないんだよね。で、ところが人間の目ってそれをね、うまくつなぎ合わせてね、辻褄合わせて描いてるわけで、ここがね、一番カメラと違う、こう面白いところですね。で、僕先ほど描いてたけど、上見てるときと下に座って描いてるときってもうパース違うんですよ。パース違うんだけど、それっぽく嘘つくわけね、簡単に言っちゃえば。で、その嘘がまあ表現の始まり、ドガも言ってるけど、好き勝手描いて間違って見るんだけど、それが芸術の始まりだってね、もうドガが保証してくれてるから、嘘ついていいんですよ。で、バレない嘘をつくことね。まあでもね、まあ、19世紀までのね、写真を目標にしてた絵とは違う世界ですから、写真が正しいとしたら嘘ってなるけど、でも人間が見てるのってね、案外そういうことで、自分が動きながら見てるんですよね。だから写真とは違うんだよね、うん。で、これもね、僕ら一緒にスケッチしたり旅行したりしてる時にですね、カメラの液晶に写ってる形と今絵を描いてる形があまりにも違うんで、これ面白いよって呼ぶんですよ、そういうの発見すると。本当に笑っちゃうぐらいね、僕ら何見てんだろうって思いますよね。で、やっぱり自分の目を信じて見えたものを描くというのが絵を描くということだと思いますよね、うん。ひろた君のこう制作態度を見てると、こうジャズのこう路上ライブみたいなね、即興、まあ踊りながら描くっていうのは彼の得意技なんですけどね、まあ、彼は絵を描くミュージシャンだからね。そうなの？いや、そうだよ。音楽は絵でやってる人だから、この人は。パウル・クレーモンはあれでしょ、音楽家になろうか絵描きになろうかっていう、ま、迷って絵描きを選んだんだけど、多分彼もそんなことがあったと思うよ。まあ地蔵のようになんかじっと描く人もいれば踊って描く人もいて面白いね、うん。やっぱこういうのはやるより見る方が楽しいと思う。やっぱりね、書くのは楽しいですね。こう見てて、まあ、書いてこれだけこう遊べるってなかなかないよね。最初は B3 ぐらいの大きさで始めたんですよ、僕ら のデモンストレーションってね。だんだん遠くの方が見えないっていうので、じゃあ大きい画面にしようということで、60号になったりで、今回は100号なんですよね。どんどんエスカレートしてきてるんですけど、手の動き そのスピードがどんどん変わりますよね。ずっとね、最初から最後までこう淡々と同じ調子になりやすいです。自分のデッサンとか見るとね、
あのだけどやっぱり、まあ、目の動きと手の動きを合わせるのもクロッキーの練習なのかなと思ったこともありますけど、こうして見てるとやっぱり日常の10分より長く感じるよね、うん、そうだから密度が濃いんだよね、うん、なんか同じ10分でも濃い密度の時間を体感してるってことは長生きするってことです、相対的に長生きするのはそれしかないですよね限られてる時間の中でそれを長く使うには時間の密度を上げるしかないんですよ。で時間の密度を上げるためには何したらいいかっていうと慣れないことをやるんですよ。慣れないことをやると意識的な時間が取り戻せるので、ね、だんだんあの子供の頃から、ね、考えるとあの時間って早く流れるようになっちゃうのね。それはあの体感できるっていうかその意識できる時間をどんどん失ってるからね、何でもこう慣れますからね。だから慣れないことをやるってすごく大事だと。で僕らもあの、ね、紙を変えたりあの色を使うとかあの水を使うとかいろいろあの画材もあの変えてですね、慣れないことをやるようにしてるんですよね。私たちの習っていた鹿之末宏先生はあの以前奥様があの小松原陽子さんというあのフラメンコダンサーで、そのスペインとかで、公演をやる時のドンチョを宏太君たちが書いていました。それでですね、女性はたくさんフラメンコダンサーいるんですけど男性がいないということで宏太君はなんとスペインの国立マドリッドマドリッドの国立劇場でフラメンコ踊ってます。ね、その頃はね、あの大道具、日本でまず公演があって大道具を飛行機に乗っけていくより僕たちが行ってそこで大道具作った方が安かったんですね。今でも覚えてるよ、あのマドリッドのね、ホテル溝部君と2人で600円っていうところにと、ま、鍵かかりませんでしたけれどもね、うん、で大道具やってて人が足りなくていろいろ舞台にも出たんですけどね、大変だったけど何がかわいそうって俺らが踊るのを見たスペインの人が一番かわいそうだなと思ってるんですけれどもねめっちゃメイクしてかっこよかったですよそうそう、あの動乱とかさ、お化粧の仕方をプロの青年座の人とか教えてくれてさ、教わると俺ら塗るのうまいんだ。だからね、うん、あの主役の人よりね、なんか塗ってる時間が長くて叱られたりしましたけどね。次上田君はね、墨汁で描きます、消せない材料だからなかなか大変なんだけれども、ね、濃さをね、3つか2つ2つ濃いのと薄いので、用意してます、まずは薄いので描き始めますけれども、白い、コスチュームね、エプロンとかの部分にも帽子の明るいとこなんかにも最初ね、グレーが入ってきますから、その辺が上田マジックでね、また後半それがまた白いものに戻ってくる、そういう面白さを見てもらえるといいかなと思いますね。なるほどじゃないよ、はい、うん、今説明あったよね、あの粉物の木炭から汁物の墨汁に変わります。はい、お願いします。これね、上田のこうパフォーマンス見てるといつも面白いのね、10分とかで短いんだけどね、すぐ書かないの、うん、構図を考えてんだよね、バランスとかね。で、皆さん時間短くなるとね、何も考えずにすぐ書いちゃうんだけれどもね、そうするとひどい目に遭うよね
まずは水だけで画面濡らしてますね。でもただ濡らすんじゃなくて、その時にもう水のついたハケでね、クロッキーしてるんだ。上田君はね、ハイヒールとかね、ああいう女性のとんがった靴を描くのが大好きでしたね。フェチってやつ。本当はピカピカ光るのが好きなんだけどね。はい、今度薄い、墨汁が入ってきました。これ入ったんだけれども、もう最初に濡らしてあるから、それと混ざってさ、一つのグレーなんだけど、幅の広いグレートーン、階調ができていきますね。で、絵っていうのは平面に、立体感や奥行きを出していく仕事なんですね。どんなにそっくりに見えても、あるように見えても、平らな紙や板や布なんですよ。で、そこになんで僕たちは奥行きや立体感を感じるかっていうと、そこに濃い薄いのムラがあるから感じるんだよね。で、ムラができるためには、やはり最初に濡らしてあったこと、水彩やってる人先に濡らしますよね、よくね。で、その上に割とスピード感を持って、かすれるとこ、たっぷり塗るとこ、そういう調子をつけながら、割とこう画面の中にもう奥行きや空間を出していってんだね。はい、画面の中に大きくモデルさんの形が入ってくるのが見えましたね。で、上田君の位置から見ると、割と背中が中心になっていくんだけれども、このコスチュームね、背中のね、あのバッテンとかさ、リボンとかもなかなか見せ場なんですよね。顔はちょうどあまり見えませんけれども、あの襟とかさ、後ろでバッテンになったエプロン、それからその下のリボンに結んであるところ、あれをこう絵の一つね、見せ場として作っていくんだと思いますね。なんか水遊びっぽくて楽しそうでいいな。うん、材料持ち替えましたね。これは足ペンかな。そうですね、竹ペンと足ペン、うんうんうん、この最初に載せたあの調子に 重点を置いた、まあ、大きな仕事と、まあ、ワントーン暗くなったこの線の調子、これがこう合致しないところがかっこいいよね。うん、これが絵画性を生むんだろうね。ぴったりこう輪郭線と中塗られたところが揃っちまうと、絵っぽくなくなるんだね。シロさん、だいたい線引いてがっちり塗るからね。そういう人多くない？いや、違うっていう人、うん、はみ出しといて、あのちょっと精度を上げた線でくくるっていうのが、くくるったらちょっと語弊がありますけど、あのそのズレがね、非常に何て言うのかな、表現を生み出すっていうコツじゃないかな。このね、ペンだとかをこう立てた画面、垂直のに近い画面に使うのは非常に難しいんですよね。あの平らにして描くのはね、ペンとかすごい線引きやすいんだけど、これはね、すぐにこうかすれちゃって線の息が長く続かないんですよ。で、練習の時にね、それが嫌で、マジックのようなものを使った絵も見たんだけど、マジックだったら途切れないんだけど、見てるとね、やっぱこのね、ちょっとかすれとかね、にじみとか、そういうのがね、逆にこう絵っぽいっていうのかな、うん、絵画性をこう生み出してくれるように思うんですね。まあ、あえて不便なものをチョイスするところが、まあ、へんてこな性格というか。まあ、だいたい絵描く人ってそうだよね。あの便利だから OK っていうふうには考えないよね。で、僕はやっぱこういうあのパフォーマンス見ててね、こう味って、ね、どういうことなんだろうなと思うんだよね。
皆さんね、こう感想を聞くとさ、うまいとかすごいとかって言うんだけどさ、なんかこう味って大事なんじゃないかなと思うんだよね。で、味ってうまいだけじゃ出ないよね。まあ味を出せる人がうまいのかもしれないけど、なんとなくこう調子と線のブレみたいなとこからね、ちょっとこうひらめいたんだけども、そういうなんかこうブレがね、こう味っていうのにちょっとこうつながるんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。器用すぎてもダメだし、不器用すぎてもダメだし、程よく適当がいいっていうかな。まあいい加減っていうのはいい湯加減だからね。あ、そうなの。そうだよ。おお、ためになったな今日。いい加減っていうとなんかチャランポランなイメージあるけど、いい湯加減だからね。いい加減、うん、適当ですよね。そうそう、一番あの力のこう力加減が適当っていうことなんだね。大好きなクックになりましたよ。なんか一箇所でもその作者のこう病的なこだわりが入ってくるとまた面白いよね。あの優等生的な絵とまた違う、なんかこう趣味だけでもないんだけど、なんか面白いなと。説明うまくできないんだけどね、うん、まあ好きなとこ好きなように描けやっていう感じだね、うん、ただ全体のバランスを見てっていうのが大前提。そこが大人と単なる変な子供の違いだよね。ちょっと舌が乾いてきたから、うん、ペンの線がねちょっと聞きにくくなってきたんだね、うんうん、味だね。なんかやっぱりデジタルではできない仕事だな。皆さん見てて、あの白いエプロンどうすんのかしら、塗っちゃってと思うでしょ。変になっちゃったよね、うん、見ててごらんなさいよ。あったお父さん、あと2分だよ。いや、今気がついた、うん、はい、黒が出てきます。この黒は薄めてないの。うん、まあ、ちょっと薄めますけどね、うん、あの滑りが良くなる程度とあまり薄めてないし、このずっと上田君はこの絵の取れちゃったこの壊れた筆をずっと使ってんだけど、これ使いやすいんだろうねきっとね。洋服の黒いところが入ってくるとグレーだったところが白いエプロンの影の部分に見えてきますね。ナイス解説だったでしょ。あ、今の解説者を褒めるとこだったんだね。はい、腰の部分にも暗い調子が入ってきます。こういうのはあのお勉強的に言うとこう明暗対比っちゃったね。さっきまで暗かった白いエプロンがより黒い調子が入ることでそのコントラストで明るく見えてくるわけですよ。こういうなんかこう絵の不思議に出会うとこう表現の面白さにちょっとこうなんていうかな、引き込まれるっていうかな。はい、お疲れ様。ちょっとね、靴に気持ちがいっちゃって、後ろのリボンを描くタイミングが少々ね、忘れていましたが、まあ彼の趣味ですから許してやって。
これ背景なんか何もいじってないんだけど、後ろに引っ込んで見えるところが不思議だよね。ただの紙で何もやってないのにね、空間になってるってことですよね。まあ途中でも説明した調子と線のブレ、それからアウトラインを一くくり山手線一周のようにくくらないっていうのが、まあ背景の白を空間に結びつける大きな要素だと思いますよ。そうだね、輪郭線の中にだけ調子が入ってたら、そこを空間ならずに紙の白のままでしょうね。後ろに引っ込んで見えなかったんだろうな。まあ上田君こう見えても唯一芸大の博士課程だからね。うん、芸大の博士課程6年目ねそうそう、失礼しました。お願いします。だからこの段階でもさ、全部均等に濡らしてないんですよね。かすれてるところもあれば、たっぷり水がくっついたところもあればさ、いろんな調子があるから、この上に乗っける調子がまたそれに反応するんですよね。まあ、構図のバランスというか大きさをこう手探りで確認するっていう、こう一石二鳥ね、紙に湿り気を与えるっていうことも兼ねてますし、なかなかクレバーな進め方だと思います。この水がもたらすなんかこう偶然生まれる、にじみとかしみっていうのはね、この汁物の面白いところだよね。汁物、粉物に対して汁物ね、今回10分使って書くけどね、例えば1分クロッキー、2分クロッキーって言ったらね、こんなんでも僕いいと思うんだよね。大きなこう関係が空間の中にこうもう現れてるでしょ。まあ、上田君がハケを使うときはね、こう流れるようにこう早くやるところとね、止まるところがあるんだよね。こうクッと溜めるところね、ツボになるところはキュッとこう筆がね、そこでこう止まるんだよね、うん、ちゃんと言ったことができる子だね。で当然紙が濡らしてあって、その上に、また墨汁、薄めた墨汁、それ乾いてない上にまたこの足ペンとか竹ペンで、線を入れていくわけですよね。当然にじみだとかさ、垂れたりとか、いろんなこう予期せぬことが出てくるんだけれども、それも絵の楽しみだし、それがね、遊びだけじゃなくてリアリティにつながっていく不思議な部分があるんですよね。水彩描く人なんかはそれ感じてる部分非常に多いんだろうと思うんだけど、だから絵画作品っていうのはある程度ね、自分で意識してこうやろうって描いていく部分と、偶然に画面にこう出てくる魔法があるよね。その両方でこう画面作っていくのが
楽しいとこなんでしょうね。この段階でかなり、筆圧を強く引いていく線のところと弱く細くしているところがあるよね。同じ強さで引いちゃうと同じ位置になっちゃうよね、強いとこ弱いとこ途切れるとこかすれるとこ、それによって位置や空間量が違ったものを生み出してくれますね。今回持ち時間10分で表記してますけれども、やっぱりそれぞれ落としどころっていうかゴールのイメージっていうのはみんな違うと思うんですよね。でこれがまた5分2分となった時にまたそれぞれ、落としどころっていうか着地点が違ってくると思うんです。そのやっぱりイメージからスタートっていうのがね、何よりも大事かなと思うんですよ。でよく10分だと絶対無理とかって簡単にこう諦めてしまう方多いんですけれども、おそらく10分では無理な仕上がりゴールをイメージしてるんだよね。だから10分で現実可能なゴールをイメージして書けばどなたでも書けるんですよ。イメージの問題でね。ただ全員10人問いどでね、ゴールのこうイメージっていうのは違うと思うんですけれども、そこにやっぱりこう自分なりのこだわりと自信を持つっていうことがね、非常に大事だと思うんです。上田先生、靴ばっかり描いてると時間がまたなくなりますよ。そうね、そろそろエプロンの白さを出した方がいいんじゃないでしょうか、うん、今ゴールのイメージが大事だって言ってるんだからさ。さっきよりね、この黒に入るのが1分ほど早いですから、ちょうどこれはいい落としどころになるね、きっとね。まあ書いてるとね、幾多のこう寄り道をどうしてもしたくなる箇所があるんだよね。でそこに吸い込まれて迷子になるか、心を鬼にして先にこう進めるか、まあそういうこう決断が非常に大事になってくるよね。特に綺麗なお姉さんは顔にやられるとね、もうあっという間に顔だけで時間がね、なくなっちゃうんですよ、もう顔だけ3時間描いてるって書けんかな。あ、それはそれで幸せだな。聞こえました。できたって言いました。これ、これで安心して絵が描けるね。さああと1分30秒どう決めてくれるんでしょう。もう最後の1分で何をこう画面に施すかでワンランク昇級か落ちるか決まるよね。
だからさっきも言ったようにね、ここをゴール落としどころをイメージできてない人はね、最後の 2,3 分っていうのはおろおろしてね、空回りして絵が動かずに終わっちゃう。上手な人は最後の1分で決まるね。そこはもういい感じなんじゃないかな。もう俺も今もちょっとビール飲んで気持ちよくなってる。頑張って、あのね、この上田今もたもたしてますけどね、もうね絵になっちゃったんですよ、だから10分で短いけどさ、10分かかんないでできちゃう時もあるんだよね。でその後描いちゃうとね、絵は壊れていくんですよ上田先生。終わりました。はい、お疲れ様。さあ、いよいよメインイベントですね。違う、僕たち前座ですから。最後でこけるんだよ。あのね、言っとくけど、中学生と小学生のレベルの差がありますよ。何をおっしゃる。普段あんまり黒木書いてない私が、自分の個展なのにこんな恥ずかしい思いをしながら書く皆さんのためです。この3人を見てもらいたくて、あえて内地に死に回りました。ね、水彩マスター、改め水彩モンスターになった天才永山さんとね、一緒にやるというので、我々も生まれたてのバンビのように震えながら来ましたが、褒め殺しはやめて。分かってんだから。永山さんは透明水彩と何使うの、はい、炭この前使った、はい、100均の炭です。林くんいる？私が一緒にアトリエやってる林くんが、何か描きたいけど何もなかった時に、このすずりとするやつだよね。で彼女ね、水で画面濡らして、その上はあの墨で描くとね、なかなか綺麗な調子が出るんだよね。で太いとこも細いとこもできてね、あんまり高級じゃない方がいいんでしょ。そう、100均。うん、この前より髪大きくない？どうしてるか。8月の半ばかな、うちのアトリエに永山も来て、4人で練習したんですけどね、学生みたいで楽しかったよ。学生時代戻ったみたいだったな。うん、全然形取れなくてね、泣いたよね。じゃあ1つ、はい、お願いします。彼女の位置から見ると左上から右下にかけてね、対角線に大きくね、体が構造が流れる、ポーズなんですね。対角線に入るとさ、人体がすごく画面大きく入れられるよね。先ほどの墨が出てきましたね。面白いよね、濡らしてかける木炭みたいなもんだよね。これ発明というか発見だよね、林くんがね。そう、
林くんでかしたよね、うん、100均のメラミンスポンジのクリーナーは僕は長山クリーナーって呼んでるよ発見者にちなんで100均の女王だと水彩ってやっぱり庶民的なものだからそんな高いものじゃなくて台所周りであるものが描けるのが面白いじゃないかと僕らが喋んなきゃいけないのにすいませんらしいね。まあ逆に大胆にできるのが女性なんだろうな。男の方がビビっちゃってるもんね。まあ大胆な男性もいるかもしれませんけど。下にね入った赤が黒を、ね、重ねることですごく不思議な色なんでね、うんうん、ちょっとね、うん、発想にないんですけど、ね、あのね形っていうとやっぱ白黒の脳が働いちゃうんでね、あの、うん、形を見てる時って、ね、色が見えないそうですよ。あの色を見るところと形、あの明暗を見るところはね別の場所にあるらしくてね、だからそう色と形って言いますよね。色彩と形態って必ず言うんですよ。で別々に分けて言うんだよね。昔からそう言うんですけど、やっぱりね、色を見てるときは形が見えなくなって形が壊れていくし、形を取ってると今度色が濁ってくるんだよね。だから両方交互に見ていかなきゃいけないということですよね。ためになるね。うん。いいこと言うな。なんかこれ見て帰ればもう水彩上手になるわな。やっぱり女王はやっぱり練習の時より本番強いね、うん、全然できないとか言って油断させといてできるんだよねそういう人になりたいからあ、なんかやっぱり距離で違って見えますからね、あの質感も何もね、あと距離で違って見えるんですよ。でそれを知ってる人はあの下がる回数が多かったりするんだよね、うん、できることできるね。まあ、筆運びのスピードが速すぎてさ、うん、作者は一体モデルのどこをどんだけ見てんだよっていう感じしません？あんま見てねえだろやっぱり記憶力の確かさみたいなのも間違いなく関係してくるね。こうなってくるとあの黒いお洋服の下に敷いた赤やオレンジがすごい効果的だったってのが皆さんに分かってくると思うんですよね。
なんで嫌なんだこれは黒い洋服に対してね白いエプロンが一つ見せ場になると思うんだけど白い、うん、エプロンのさあの影の部分とかね帽子の影の部分とかに入れた色が非常に効果的ですよね。明るいとこは髪の白をね生かしていくようになると思うんで。僕らね明るい暗いっていうのは白黒で見てるんですけどあの色で見てるよね。色でね明るいところと暗いところ色でこうなんていうのかな置き換えるっていうかねそういうふうに感じてるんだよね。やっぱ感性が違うなっていうふうには思いますね。掃除してるシンデレラみたいなね。みすぼらしい、あの肌の色もね、いつ置いたんだろうっていう感じだけど、すごくね、かわいい、綺麗な色だね。あれはね、黒の線が入って、ああいう色に見えるんですよね。おすばらしい。やばくない？やばい。いや、ダイナミックでいいや。原始人がなんか棍棒で物を捉えるみたいな感じだね。筆の使い方とかね。まあ、すごくいいのやばいって言うんだよね。すごくいいのやばい。本当にやばい。原色を使っていながら何色って言えない色になってるのがすごいよね。あのグレー上手にするよね。そうなんだよ。勉強になっちゃう。汗が出てる。ありがとうございます。もう先ほどとアプローチの仕方が違うよね。最初は水で濡らしてから始めたけどね、うん、もう本当はこういうふうにあの同じコスチュームとかでもさあのポーズが変わったりとかしたら使う方法道具や方法変わっていくのが本当は正しい絵画のあり方なのかもしれないなって思いますね。
ロッキーってね、やっぱ枚数で仕上げていくもんだと思うんですよ。で、その1枚がその前に描いた何枚かの絵の、なんていうかな、結論としてこことここを挑戦しようっていうのを持ちながら、枚数で仕上げていくんですよね。で、こう、まあ、常にね、その前うまくいったからそれをもう一回やってみようっていうやり方で、だんだんこう自分の描き方とか自分のこうなんていうのかな、表現として確認をしていくんだけど、ね、彼女を見てるとね、もうちょっと、ね、攻めてる感じだよね。新しいことをやってるよ、常にね。全てが慣れてないからさ。そうなんだ。これならできっかな、まだその段階だよ。いいですね。でも練習で一回もうまくいってないポーズをあえてやるっていうね。やっぱりドラマの生み方が上手だよね、うん、でも見てるよね、ど失敗したやつ ね、うん、ね、でこれでうまくいって金メダル取ってドラマ、ないよ、うん、長山がバタバタして書くのが楽しいな。そうそう、めっちゃバタバタ、携帯踏んだりとかいろいろある。竹のこう置き方とか進め方見てると、こう決めてないのに決まっていくんだよね。それが不思議だよね。仕事考えだとそーっときちっと置いてやっと決まるかみたいなんだけど、彼女の場合ちゃっちゃがちゃってやると決まるんだよね。さすが天才。多分ね、書いてる部分だけを見てないと思うんですよ。全体の中で今どこ書いてるっていう頭の中ではね、そういう位置が分かって進んでるよね。道に迷う人って方角が分かってないから迷うんでね、方角をいつもこう掴んでいると、うん、汚れたかな、大丈夫、俺もやればよかったって思うのなんかね、かっこいいね。いちいち勉強になっちゃうな。やっぱ暑い日は水彩に限るな。私が好きな水彩の作家とかね、飛ばすときツバでピッピッってやる。でも水とはまた違うの。ツバだから。でもね、こうやって見て構図とかね、白黒のこう面積比とかね、バランスってすごいよね。ちゃんと見てるんだな。10分長いね。長いね。あと4分16分、うん、もう1枚描けるんじゃない？やめてくれ。まあね、先ほどスカートの裾のとこから靴にかけての黒を入れましたよね。そうすると画面が要求、上の方が要求したね。上にも黒をちょうだいって画面が要求したから、彼女さ、袖だとかさ、襟の下とかに黒を入れましたよね。我々はこう絵を描くところは画面が教えてくれるってよく言われるんですね。画面がここに調子をくれよって言ったところを塗っていくと絵になるよっていうね。それを今見る、そのね、その今それを目の前で見た感じがしましたね。僕もね、水彩はね、また油絵と違って、その水のご機嫌を伺いながら描くようなところがありますよね。どうにもならない、こう水と一緒にやっていかないと映画ができないっていうところがあって、それがやっぱり永山さんの
あの絵にすごく感じるところなんですけどね、まあ、その辺をちょっとあのお話を伺いたいなとちょっと思っていたので後で聞こうかなと思ってるんだけど、うん、もうすぐもうすぐ。汗拭くんか。何に使うのかな。え、汗かかなかった？かいた。鉛筆もちょっと気になってるんだよね。鉛筆？鉛筆はさ、ハケじゃなくて筆なんだよね。うん、かいろいろかける。そう。うん。この、 あの受付で売ってたので皆さんちょっと買って練習してみましょう。それからこの3人のアトリエの作品集も販売しております。もっと持ってきてもらえばよかったね。 あと1分、うん、どうしよう。もういいの？いいの？うん、いや、もうできてんじゃない？うん、ちょっとだけここが左の白ね。やっぱり左の白気になったのかな。ほら、左に入れたこの右上に入れたでしょ。やっぱり画面がこう要求するんだよね。塗り始めたらみんなね、端っこまで紙がある限り塗っちゃうんだけど、そうじゃないよね。やっぱりそのこれだけの量が必要っていうところで止めてるところが、ね、まあ塗るっていうよりも余白の白を削ってるっていう意識の方が大きいんじゃないかな。なんかちまちま細かく仕事するのが猿以下に見えてくるよね。ちょっとここまた長くなっちゃったね。気がついた。どうしよう。ライブ、ね、うん、大丈夫。私全然さ、スカートじゃなくて、はい、お疲れ様でした。うん、いやー見惚れたよ。あお見事、まあ、お将棋は悪いっすね。アナウンサーみたいによ。それでは4名のアーティストによる、デモンストレーションが終わりましたので、今からほやほやの、ちょっとそれぞれの感想といいますか、少しお話をしたいと思います。暑い中ごめんなさい。よろしくお願いいたします。もうしばしお待ちを。もう一度モデルを務めてくれた村田さんに拍手。ありがとうございました。じゃあ今度ギャラリートークということで、我々の反省会ですね。ここの床に並べて、うんうん、まあ、クロッキーについてとかね、デッサンについて、人物を見て描くことについて、その辺、まあ、4名でこう話し考えてることを話したいと思うんですけれども、ね、最初に彼女が話したように、写真を写すこととやっぱりね、実際に目の前にいる人物を見て描くのは全く違うんだ。写真に撮ると写真はもう二次元、平らなものになってるでしょ。で、平らなものを平らに写すのと、やっぱり
3次元奥行きのある立体感のある人物を平面に写すことっていうのは違うんだよね。でそこをね、3次元を2次元に写すってそこを次元を1つ超えるわけで、そこにロマンもあるし、そこに絵画の可能性が出てくるね。2次元から2次元、つまり写真からね絵に写したらね、あんまり変化が出ない。うん、でも3次元を2次元に移した仕事はね、ダ・ヴィンチ、ピカソ、セザンヌ、ゴッホみんな違うでしょ。あの難しいけれどもね、自分の世界観、その次元の超え方みたいなものがね個性になって出てくるような気がするのね。これは彼女がね、一緒にやろうって言ってくれた時に一言物申したいのよと、ね、写真は便利なツールなんだけどそれだけに頼っていてはいかんのではないかと、私もそう思います。僕もそう思う。そうね、そこをね、なかなか、まあ、絵を描いてる人はね、そういう入り口が絵というものがあるから、分かるかな、分かると思うんですけども、僕はやっぱりその絵っていう何だろうっていうことをね考えるために描いてるわけで、まあ、そういうね、まあ、一人で描くのと、まあ、描いてる時は一人ですよ。絵を描く時って孤独な仕事なんだけど、それをねこう考える時にやっぱり友達 の頭を借りてですね、まあ、しゃべる、お話しするってことなんだけど、まあ、そういうことでね、まあ、いろいろ見えてくることもあるしね。昔から絵描きさんって、自分の体を使っていろんなその、ね、今は絵とか、ね、科学とか、哲学とかいろんなものにこう分化してるんですけど、もともとはみんな一緒ですから、昔はね絵を描いてる人って坊さんしかいなかったんですよ。普通の人は絵を描く余裕なんてなかったね。でそういう人たちのために代わりにその絵を描いたり歌を読んだりしていろいろ考えて、考えたことをそのみんなに伝えるっていう仕事をしてたのが坊さん で、ね、でそのためにその、みんな宅発に の坊さんにねご飯あげたりしてたわけですけど、まあ、そういうのがねみんなができるようになったんですよね。今時代としてみんなが絵が描ける時代で、だから相当ねまあ、お互いにその、一緒に絵を描いてねその絵について喋る話すっていうのはね結構内容も、まだまだこれから絵ってね絵の不思議っていうのが解明されるんじゃないかって思ったりしてるし、まあ絵描いててよかったなって思います。江戸時代かなんか聞いた話ですが、石画っていうのがあって出席率の石画ですね。でそれはどういうのかっていうと掛け軸屋さんとか表層屋さん屏風作る人がオーガナイズしてみんな絵描きを呼んで席を設けるんですよね。で周りで例えば皆さんのようにいろいろなお客様がいてそれを見てて、じゃあ今日のお題は富士山とか言うとみんな絵描きがこう富士山を描いたりして、でそれをじゃあ私あれあの人の気に入ったからあれを掛け軸にしてほしいわとか、私は屏風にしてほしいわみたいな形でこう絵描き同士がこう何でしょうね、自分を出し合うっていうような、同じ富士山でも全然違う、でそこで同じようなのばっかり描いてたら誰も面白くないですけど、それぞれ違う富士山を出し合ったっていうのを聞いて、でまあここで絵を売るわけでは全然ないんですけど、そういうことが昔から日本にあったんだなと思って、なんかいつかそんなことをしてみたいなと思って今日4人でやることが、1人のモデルさんでそれぞれ違う表現っていうのができてとても嬉しかったです。あとね、YouTube にこの人たち の動画もいっぱい載ってますから、今日は墨で描かれたりとか木炭だけど、もっと本当ね、なんか水彩のとか私のこと言ってますけど水彩いっぱい描いてますから、もうすんごいのがありますから、どうぞご覧になってください。はい、お母ちゃん。今日デモンストレーションね、皆さんご覧になっていただいて、私もちょっと絵描いてみたいなと、なんか何やら面白そうじゃないっていうふうにね、
感じていただければ非常に嬉しい限りです。これを見てね、私無理って思って帰ったらね、何の得もないです。でやっぱり絵って面白いのはこう写真と違ってね、それぞれの個性が出て、まあ、同じように描こうと思っても描けない、ね、それが非常に絵の魅力だろうと思います。そしてモデルを描くときにですね、正確に描かなきゃいかんというふうにね、勝手にこう縛りを設けてる人が非常に多いんですよね。ちゃんと描けなきゃいけないっていう、そのちゃんとってのは何を指してちゃんとなのかよく分かんないんですけども、正確に描くっていうことよりもね、いい形を探していく、そういう行為だっていうふうにね思っていただくとね、もうちょっとこう楽しめんじゃないかなと思います。で、まあ、空間というのは無限に広がる中に形1個をこうくくったらね、形1個しか生まれませんけれども、四角く閉ざされた画面に1つの形決めたら2つ以上の形が生まれるということなんですね。でその両者のこうバランスによっていい形っていうのが生まれると、これはね絵を作っていく上で一番こう注意すべきことだろうと思うし、それを探していくのが絵を作るこう面白さっていうかな、そこに気づいていただきさえすれば、できるできないは置いといて非常に意味があって楽しい行為だっていうことに気づくはずです。そしたらね、ちょっと長生きして絵描きたいなってこう思うと思うんですよね。一人でも多くそう思って今日帰っていただければね、ちょっと汗流した甲斐があったかなと思います。こんなもんで。閉めてって言われちゃった。まあ皆さん今パフォーマンス見ていろいろ感じたこともあると思いますが、絵はね、見てるより描く方が楽しいよ。うん、ぜひこれをきっかけにね、またちょっと描いてみたいなっていう人が、出てくるといいなと我々は思います。それから今回ね、練習も含めね、彼女とやってすごい僕たち楽しかったし勉強になりました。この機会を与えてくださった永山に感謝します。ありがとう。今ね、締めに入ってるところで悪いんだけど、今ねこうやって見て、やっぱ見たものを時間も短いのでね、見えた通りに描いてるわけですよ。だけどこういうの見るとね、僕らは同じ空間で同じものを見てるんだけど、でも違う世界に住んでるんだなってすごく感じるんですよね。同じ風に見てないんですよ、うん、それがね絵の面白いところだよね。うん、みんな錯覚するんですよ。自分が見たものと同じものを見、ね、他の人も見てるって思うからいろいろね、これ違うよってなるんですけど、もうそもそもね、見えてる世界が違う、住んでる世界違うんだなって思いますよね。そこは面白いよね。まあ、それをね形にするとしたら、もう絵を描くしかないんですよ。写真には撮れない世界だしね、うん、いや今日は本当ね楽しかったですね。ありがとうございます。また私も頑張るので仲間に入れてください。よろしくお願いします。皆さん本当にありがとうございました。長い時間。